ケンブリッジ大学のガートン・カレッジ・カレッジとは、教育機関、または、その一部である。カレッジは、学位を授与する、第三次教育機関、カレッジ制大学や連邦大学の一部、職業教育機関、中等教育学校などがある。現在の日本では、短期大学、専門学校、高等専門学校の多くと、短科大学、女子大学、 比較的小規模の総合大学の一部で、その英名として用いられるほか、これらを模倣した教育講座の名称に用いられている。アメリカ合衆国のリベラルアーツカレッジである、ウィリアムズ大学のチャピー・ウンホール、カレッジという言葉は、ラテン語の動詞、デンゴ、レジャー、レイジ、レクトムに、全知し、クムを加えたもので、一緒に選ばれたという意味である。古代ローマでは、コーレギウムとは、 ハンジ、プラエトル、五民館、司祭、牧戦館からなる団体、ギルド、同僚関係で結ばれた企業、政治クラブ、貿易ギルドのことだった。このように、カレッジは法人や法人組織の一形態であり、方法的契約を締結し、訴訟を提起したり、訴えられたりする能力を持っていた。中世のイングランドには、聖職者のカレッジがあったが、 現代に残っているのは、イングランド王立外科医師会、ロンドンの紋章院、選挙人団などで、特定の機能を果たすために、共通して選ばれた人のグループで、君主や創始者などの権力者によって任命された。例えば、イートン・カレッジは、1440年に、ヘンリー6世の特許上により、フェロー、司祭、初期官、聖職者、聖職者、貧乏小学生、年老いた、 貧乏人からなるカレッジを設立するために、設立されたもので、一人のマスター、またはガバナーを要し、これらの小学生及び、イングランドのどこからでもこの地に来る可能性のあるものに、文字の知識、特に文法の知識を無報酬で指導することを任務としている。高等教育の中では、以下のことを指す。シックスフォームカレッジや、継続教育は、イングランド、ウェールズ、北。 アイルランド、ベリーズ、カリブ海地域、マルタ、ノルウェー、ブルネー、または南部、アフリカ、とりわけ16歳から19歳の学生は通常、一般教育修了上級レベル、商業技術教育委員会、または国際バカロレア、または義務教育修了試験などの資格を勉学する教育機関である。シンガポールやインドでは短期大学と呼ばれている。 パリ市の自治体では、リセの英語名として、シックスフォームカレッジという言葉を使っている。国の教育制度によっては、中等教育学校がカレッジと呼ばれたり、カレッジが肩書きの一部に含まれていたりする場合がある。オーストラリアでは、カレッジという用語は、私立、または独立した初等教育機関、特に修立学校とは異なる中等教育機関に適用される。 メルボルングラマースクール、クランブルックスクール、パラマタキングススクールはカレッジとみなされている。また、最近では政府系中等教育学校の名称をカレッジと解消したり、創設したりする傾向がある。ビクトリア州では一部の州立高等学校がセカンダリーカレッジと呼ばれているが、メルボルンにある男子生徒を対象とした。 公立中等教育学校の代表格であるメルボルン高等学校は現在でもその名称を継続している。西オーストラリア州、南オーストラリア州、ノーザンテリトリーでは1990年代後半以降に建設されたすべての州立高等学校の名前にカレッジが使われている。ニューサウスウェールズ州では一部の高等学校、 特に合併によってできた複数のキャンパスを持つ学校はセカンダリーカレッジと呼ばれている。クイーンズランド州では小学生と高校生を受け入れる新しい学校の一部はステートカレッジと呼ばれているが中等教育のみを行う州立学校はステートハイスクールと呼ばれている。タスマニア州とオーストラリア州と特別地域ではカレッジとは高校の最後の2年間と その教育機関のことを指す。ここで言う、カレッジとは、高等学校の他の学年とは、独立した制度であり、マトリクヤレーションカレッジの短縮版のような表現になっている。カナダの多くの都市では、政府が運営する多くの中等教育機関が、コリージェッツ、またはコリージェットインスティトゥッツと呼ばれているが、これは、カレッジという言葉の複雑な形をしており、通常の 中等教育語という意味合いを避けている。これは中等教育機関が伝統的に職業的な科目や能力レベルよりも学問的なことに重点を置いてきたからである。私立の中等教育学校の中にはカレッジという言葉を名前に使用しているところもある。国内には中等教育学校、特にセパレートスクールの中にある中等教育学校ではカレッジまたは コリージェットという言葉を名前に使う場合もある。ニュージーランドでは、カレッジという言葉は通常13歳から17歳までの中等教育期間を指し、カレッジは特に私立学校や統合された学校の名称の一部として使われているハイスクールは南東でより一般的であるのに対し、カレッジは北島で最も頻繁に使用されている。オランダではカレッジは 高等職業教育機関に相当する。科学的思考の大学とは異なり、明確な職業観を持った職業訓練を施向している。南アフリカでは、数々の中等教育学校、特に英公立学校モデルの私立学校では、学校名にカレッジが入っている。そのため、南アフリカのエリート7校のうち、6校以上の高校がカレッジと名乗っている。 典型的な例としては、セント・ジョンズ・カレッジが挙げられる。教育機関だけでなく、カレッジはその語源に倣って、法令や規制のもとに設立された正式な仲間のグループを指すこともあり、多くの場合、王室の検証のもとに設立される。例としては、選挙人団、文章院などが挙げられる。その他のカレッジ機関には、特に医学や関連専門職の専門職団体がある。 イギリスでは英国看護協会や内科医師会などがある。アメリカ合衆国の例としてはアメリカ内科学会、アメリカ外科学会、アメリカ歯科心美学会などがある。オーストラリアの例としてはオーストラリア家庭医学会がある。学寮日本でカレッジにあたる学寮は西洋と同じく僧侶養生学校や貴族の指定を対象とした官僚養生学校として発達した。 幸福寺や東大寺などは仏教の寺院であるとともに僧侶養成学校としてすでに奈良時代には成立している。平安時代には最長が比叡山延暦寺を空海が高野山金剛法寺を開いた。また、律令成果の国立教育機関である大学寮を中心に貴族が一族の指定を対象とした寄宿舎として大学別荘を創設する。 藤原氏の漢学院や源氏の小学院、和気氏の公文院や立花の氏の学館院などが代表的な大学別荘である。江戸時代に入ると、江戸幕府の漢学奨励政策とともに、仏教各宗派ごとに学料が設けられ、幕府の将兵校とともに学問の発展に寄与し、明治期には専門学校として、大正期には旧制大学として、今日に至っては新制大学として、 寺院の後継者や一般指定の教育に貢献している学料を起源とする仏教系大学としては駒沢大学留国大学大谷大学花園大学などがある現代の学校教育現在の日本では短期大学や専門学校はカレッジ高等専門学校はカレッジオブテクノロジーのように4年生大学に準する高等教育機関や短科大学 女子大学、比較的小規模の総合大学の一部は、カレッジを、それぞれの、その英名に使用している。奈良県には、智弁学園奈良カレッジ小学部、中学部、高等部という小中高一貫教育を行っている、機関が存在する。現代の生涯学習前節の高等教育機関を模倣して、行政や民間団体が、市民カレッジなどの名称で行う。 市民大学講座が全国に見られる。これらは主に生涯学習を目的としたものである。現代の職業訓練職業訓練は学校教育とは性格の異なるものであるが、職業能力開発促進法に規定される高度職業訓練を実施する職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校は施設名の愛称や英名としてカレッジや カレッジを用いる例がある。また、普通職業訓練を実施する施設でも、カレッジが使われる場合がある。例えば、情報処理技能者養成施設の名称として使われる、コンピュータカレッジや、職業能力開発校の名称や愛称としても、カレッジが使われる例がある。ダブリン大学のトリニティカレッジアイルランドにおける、カレッジは、通常、高等教育機関のことを指して使われる。 大学生は大学ではなくカレッジに通っているということが多い。1989年までは大学が直接教育や研究をしているところはなく、正式には大学を構成するカレッジがしていた。伝統的にカレッジという言葉を名前に使っている中等教育機関はいくつかある。これらは古い私立学校、または以前は特定の種類の中等教育機関だった。 これらの中東教育学校は以前はテクニカルカレッジとして知られておりコミュニティカレッジと改名されたが中東教育学校であることに変わりはないアイルランドで唯一の古代大学がダブリン大学であるエリザベス一世の治世中に設立されイギリスのケンブリッジ大学やオックスフォード大学をモデルにしているしかし設立されたカレッジは一校のみであり 現在のトリニティカレッジは、その不思議な位置を占めている。通常、ダブリン大学とトリニティカレッジは同じものと考えられているが、大学とカレッジは別体であり、統治機構は別個で並行している。アイルランド国立大学は1908年に設立され、1997年までは、構成カレッジと認定カレッジで構成されていた。前者は現在では、 厚生大学と呼ばれており、実質的にはそれ自体が大学である。アイルランド国立大学の起源は、1850年のクイーンズ大学の創設と1854年のカトリック大学の創設にまで遡ることができる。1880年以降、2つの大学の学位授与の役割は、アイルランド王立大学に引き継がれ、1908年の アイルランド国立大学とクイーンズ大学ベルファストの創設まで存続した。国内の技術教育は1970年代に地域技術カレッジとして設立された技術学院で行われてきた。これらの機関には委任された権限が与えられており、それぞれの機関は自らの名前で品質、資格認定アイルランドの学位やディプロマを授与する権利を有している。 ダブリンビジネススクールなどの私立カレッジが多数存在し、クッキーや他の大学の認証を受けた学部や大学院のコースを提供している場合もある。他のタイプのカレッジにはアイルランド聖光会教育大学のような教育大学が存在する。これらは専門機関で多くの場合、総合大学と連携しており、教師としての訓練を希望する人々のために、 学部と大学院の両方の学位を提供している。ニューヨーク市立大学シティカレッジアメリカ合衆国には7021校以上のカレッジと大学がある。アメリカのカレッジとは正式には大学の一部を指すが一般的には中等教育後の学部教育の総称として使われている。すなわち日本語での大学の学部に相当することが多い。中には 高校在学中にカレッジの授業を受けることでデュアルエンドロールを選択する学生もいる。この言葉とその派生語はアメリカの中東教育後の学部教育に関連する期間や経験を説明するために使われる標準的な用語である。カレッジは規模、学位、滞在期間などの点で異なる。2年生大学では通常短期大学士を4年生大学では 通常学士号を取得することができる。多くの場合、これらのカレッジは完全に学部の教育機関だが、中には大学院を有している場合もある。リベラルアーツのカリキュラムを重視するアメリカの4年生大学は、リベラルアーツカレッジと呼ばれている。20世紀までアメリカでは、リベラルアーツ、法学、医学、進学、進学が高等教育の唯一の形態だった。 オクシデンタル大学国家的な基準はないが、ユニバーシティという用語は、主に学部及び大学院教育をしている機関を指している。ユニバーシティは、一般的にリベラルアーツのカリキュラムを提供している学部大学を中核とし、その内部に最大の部門を持つ。ユニバーシティの特徴は、大学院の授業と研究の両方に従事する一つまたは、 複数の大学院を併設していることである。多くの場合、これらの大学院は法学部や医学部と呼ばれている。インディアナ州のヴィンセンヌ大学は例外で、ほとんどすべての学術プログラムが2年生の準学士号しか取得できないにもかかわらず、ユニバーシティと称されている。ダートマス大学や、 ウィリアムベアリー大学など、今や、複数の大学院を持つ完全な総合大学だが、歴史的な経緯からあえて、カレッジという名称を使い続けている。ボストンカレッジとボストン大学は、前者はマサチューセッツ州チェスナットヒルにあり、後者はマサチューセッツ州ボストンにあるが、完全に別の機関である。ユニバーシティと、 カレッジという用語は、アメリカの高等教育機関のすべての称号を、網羅しているわけではなく、インスティチュート、アカデミー、ユニオン、コンサバトリー、スクールなどがある。高校では、これらの機関の学部課程を指す場合は、今でも、カレッジと呼ばれている。レジデンシャルカレッジ・プリンストン大学、ライス大学、イエール大学などの大学では、オックスフォード大学やケンブリッジ大学に習って、 レジデンシャルカレッジが設立されている。これらのレジデンシャルカレッジは、オックスブリッジのカレッジとは異なり、ダラム大学と同様に、独立した法人ではなく、教育そのものにはあまり関与しておらず、主に部屋や食事、社会生活に関わっているのが一般的である。しかし、ミシガン大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、カリフォルニア大学サンタクルーズ校では、 それぞれのレジデンシャルカレッジが独自の教育を行っており、卒業要件も独自に設定されている。アメリカの多くの大学では近年、レジデンシャルカレッジを重視する傾向が強まっている。これはイエール大学やプリンストン大学などの IB ーリーグでの新しいカレッジの創設や、2016年にプリンストン大学で行われたレジデンシャルカレッジに関する タスクフォースをはじめとする学生教育へのレジデンシャルカレッジの貢献を強化するための取り組みに霊賞されている。カレッジの利点高等学校の成績平均が C で SAT のスコアが800点台半ばのような限界のある学生であっても2年生の短期大学に比べて4年生大学を選択することは卒業の可能性を高め経済的、社会的に大きな利益をもたらす。 ロンドン大学のキングスカレッジイギリスにおいてカレッジは以下のような意味を持つ。学校、大学の意味でのカレッジは、そもそもキリスト教の教会付きの全寮制修道士、養成学校にその期限を持ち、敷地内に教員と学生の寄宿舎食堂、行動、図書館、礼拝堂、庭園などを有する組織であった。イギリスのオックスフォード大学、ケンブリッジ大学、 ダラム大学を構成するカレッジはこの伝統を引き継ぐものであり、現在でもそれぞれのカレッジが独自に学部生入学者選抜の権限や入学、卒業の事務を取り仕切る権限を持っている。そのため、これらの大学では、各カレッジごとの団結心が強く、ボートラグビーサッカーなどのカレッジ対抗戦では、選手、応援とも非常に熱が入っている。なお、 この意味でのカレッジの正式な構成員をフェローと呼ぶことがある。中等教育、継続教育、継続教育、カレッジ及びシックスフォーム。カレッジは16歳以上の学生に継続教育を提供する機関である。これらの中には高等教育コースを提供する機関もある。中等教育の文脈ではイートンカレッジやウィンチェスターカレッジなど一部のパブリックスクールの 名称にカレッジが使われている。高等教育ユニバーシティカレッジ、ロンドン高等教育においては、カレッジは通常大学の地位を持たない教育機関であるが、カレッジや連邦大学の構成部分や大学内の学部や学科のグループを指すこともある。従来、カレッジと大学の区別は、大学が学位を授与するのに対し、カレッジは学位を授与しないというものであったが、 NCG がカレッジに代わって教職学位住要件を得たことや、ロンドン大学の多くのカレッジが完全な学位授与権を有し、実質的に大学となったことから、現在ではそうではなくなっている。しかし、ほとんどのカレッジは独自の学位授与権を持たず、大学や学位を授与することができる、他の機関の認証を受けた高等教育コースを提供し続けている。イングランドでは、 2016年8月時点で、イングランド高等教育財政会議が直接、資金提供を行っている高等教育機関のうち60%以上が、6年生、または継続教育カレッジであり、継続及び高等教育カレッジと呼ばれることが多いが、ロンドン大学の17カレッジ、1つのユニバーシティカレッジ、100の大学、その他14の機関がある。全体では、 イングランドの政府が支援する高等教育機関の3分の2以上がカレッジであることになる。私立の高等教育機関の多くはカレッジとも呼ばれている。オックスフォード大学のベディウォールカレッジ大学内のカレッジはその責任の所在が大きく異なっている。ロンドン大学の大規模な構生カレッジは実質的にそれ自体が大学であり、ロンドン芸術大学などの小規模なカレッジは 独自の学位コースを運営しているが、学位は授与していない。ローハンプトン大学のカレッジは、教育、研究を行うだけでなく、宿泊施設や、パストラルケアを提供している。オックスフォード大学とケンブリッジ大学のカレッジも、同様に教育、研究を行うだけでなく、宿泊施設や、パストラルケアを提供している。これらのカレッジの法的地位も大きく異なり、 ロンドン大学のカレッジは独立した法人であり、公認団体であること、オックスブリッジのカレッジ、ハイランズアイランズ大学のカレッジ、ダラム大学の一部のカレッジは独立した法人であり、上場団体であること、ダラム大学のカレッジの大部分は大学の所有であるが、上場団体であること、他のカレッジ制大学のカレッジは正式な認可を受けていないことなどがある。 カスを通じて学部課程に出願する場合、ロンドン大学のカレッジは独立した大学として扱われ、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、ダラム大学、UHI のカレッジは大学の選択に加えてキャンパスコードを指定することで選択できる大学内の場所として扱われ、他の大学のカレッジは認められていない。UHI とエールズ大学トリニティ。 セント・デイビッド校は、共に継続教育カレッジを要している。しかし、UHI のカレッジは、継続教育と高等教育の提供を統合しているのに対し、ワジアドは、大学のキャンパスと二つのカレッジとの間で分離している。ユニバーシティカレッジとは、教職学位を授与する権限を持つが、大学としての地位は与えられていない独立した機関のことである。ただし、 ユニバーシティカレッジロンドン、ユニバーシティカレッジオックスフォード、ユニバーシティカレッジダラムは、それぞれの大学内のカレッジであり、ユニバーシティカレッジではないこと、ユニバーシティカレッジバーミンガムはそれ自体が大学であり、ユニバーシティカレッジではないことに注意が必要である。その他さらには、学校以外にも一部の職業団体やスコットランドにおける裁判所の名称等としても用いられることがある。 英国由来の歴史を有するカナダやアイルランドでも英国式のカレッジ制度を有する大学がある。また同じくインドにもデリー大学がある。イスラエルでは大学以外の高等教育施設をカレッジと呼ぶ。イスラエル高等教育協議会により学士号を授与することが認められている。教育機関はアカデミック、カレッジと呼ばれている。 2012年時点で少なくとも4校は修士号を授与したり研究施設として機能することもある。また20以上の教員養成カレッジや神学校があり、そのほとんどは教育学士の学位のみを授与することができる。近代的な教育制度は1835年に始まったイギリスの影響を大きく受けている。インドではカレッジという用語は12年目に 高校の卒業証書を授与する機関や学士号を授与する機関を指すのが一般的であるが中には博士号までのプログラムを提供するカレッジもある一般的にカレッジは州内の様々な場所にありすべて地域の大学に所属しているカレッジはその大学の学位につながる教育を担当しているカレッジには自立型と非自立型がある自立型カレッジは 独自のシラバスを作成し、独自の試験を実施、評価する権限を与えられている。数百の大学があり、各大学には、系列のカレッジがあり、多くの場合はその数が多い。オーストラリアにおける、カレッジとは、大学よりも小規模で、独立して運営されているか、大学の一部として運営されている、高等教育機関のことである。1980年代の改革により、 以前は独立して運営されていたカレッジの多くは現在では大規模な大学に属している。サーティフィケートやディプロマの職業訓練コースを提供するほとんどの技術、継続教育はタフカレッジまたはタフのカレッジと呼ばれている。一部の高等学校もカレッジと呼ばれている。トロント大学のビクトリアカレッジカナダ英語ではカレッジという用語は通常技術系。 貿易系、応用芸術系、応用技術系のカレッジ、または応用科学系の学校を指す。これらは、見習い、証明書、卒業証書、準学士号を授与する中等教育機関である。大学の付属機関として活動するべっこの組織にも適用され、正式には連合カレッジ、または付属カレッジと呼ばれている。また、大学には、複数の構成カレッジがあり。 英国式のカレッジ制大学を形成している場合もある。カナダのカレッジ制大学の例としては、トレント大学やトロント大学などがある。これらのカレッジは独立して活動しているが、実際に学位を授与している大学と提携、または連合している。また、連合カレッジや付属カレッジのように自律的に運営されていない、特定の科目の学部を指すこともある。 カレッジという言葉は、オンタリオ州の公立の別個の中東教育学校の名前に使用され続けている。ギリシャのコレッキオは、ギリシャの中東語教育制度に属する、主に私立のポストリセウム教育センターのことである。これらの中には、欧州連合やアメリカ合衆国の高等教育機関や、ニューイングランド学校大学協会などの認定機関と連携しているものもある。 コレッキーはアテネカレッジのような私立の非高等教育機関を指すこともある。シンガポールにおけるカレッジという言葉は一般的にジュニアカレッジと呼ばれる中等教育の最後の2年間を提供する教育機関のみに使われている。2005年1月1日からはカレッジ制の導入に伴い技能教育学院の3キャンパスを指すようになり、それぞれイデカレッジイースト イテカレッジセントラル、イテカレッジウイストと呼ばれるようになった。大学という用語は、現地で学位を授与される高等教育機関を表すために使用される。ディプロマを授与する機関は、ポリテクニックと呼ばれ、その他の機関は、インスティチュートなどと呼ばれることが多い。ジンバブエにおける、カレッジという用語は、主に私立または独立した中等教育学校で、 上級レベルのものと卒業証書のみを授与するポリテクニックカレッジで使用されている。16歳で中等教育を終了し、そのままポリテクニックカレッジに進学することができる。上級レベルに進学して一般教育証明書を取得し、成績が良ければ大学に入学できるようにすることもできる。ジンバブエの学校の中にはイジシエッシーや GCE の代わりに、 国際バカロレアを提供する学校もある。スリランカにおけるカレッジは学位を与えない中等語教育を提供する専門職業教育機関のことを指す。チリにおけるカレッジは通常サンティアゴカレッジ、セントジョージーズカレッジなどのようなバイリンガル学校の名前で使用されている。2009年からチリカトリック大学は自然科学と数学の学士号。 社会科学の学士号、芸術と人文科学の学士号をカレッジで行っている。アメリカ合衆国の大学と同じシステムで専攻と副専攻を組み合わせている。また、一度卒業した学生は同じ大学でより上の学位を継続して取得することができる。オタゴ大学級ニュージーランド大学の厚生カレッジは独立した大学となった。カンタベリー大学のように、 大学を構成するカレッジに分割している大学もある。これは、上述のケンブリッジ大学のモデルを大きく踏襲したものである。イギリスと同様に、ニュージーランドにもいくつかの専門機関がカレッジとして運営されているが、例えば、オーストラリア外科医師会、オーストラリア内科医師会などがある。ニュージーランドの一部の地域では、中等学校をカレッジと呼ぶことが多く、この用語は、 高校と五感的に使われている。これは時々ニュージーランドの他の部分からの人々を混乱させる。しかし、ニュージーランド最大の中東教育機関であるランギトとカレッジのように、多くの中東教育機関の名前にカレッジが入っているところもある。フィリピンでは一般的に学位を授与する教育機関を指すが、法律を専門とするサンベダ大学のように、 学問分野が多様ではない教育機関を指すことが多い。現在、ポルトガルでは、コレジオという用語は、基礎教育から中等教育までのシリーズ学校の総称として使われているのが普通である。いくつかの特別公立学校では、コレジオミリタールと呼ばれている。コレジオインテルノは、ボーリングスクールの総称として使われている。19世紀までは、コレジオは、通常、公立、 または宗教的な中等教育学校で学生が共同生活をしていた。モデルとなったのは1542年にポルトガル国王ジョアン三世によってコインブラに設立された王立芸術人文大学である。香港におけるカレッジという用語は香港中文大学のカレッジのように大学の厚生カレッジを指す場合や香港大学西洋ハネ学院のように大学の 学生寮を指す場合に使用されている。また、多くの古い中等教育学校では、カレッジという言葉を公明の一部として使用している。南アフリカの大学でも、カレッジという言葉はほとんど使われていないが、大学以外の高等教育機関の中には、カレッジと名乗るものもある。これには、教員養成カレッジ、ビジネスカレッジ、野生動物管理カレッジなどが含まれる。 ありがとうございます。